アサマヒゴタイは、ヒクカトウヒ連続の多年層。別名、キントキヒゴタイ、戦国ヒゴタイ、アベトウヒレン。茎は直立し、高さは30から90センチメートルになり、花時には根室葉は存在しない。葉は五星し、茎の下部につく葉は、草質で、葉芯は卵形、またはしばしばほ、小形になり、長さ9から11センチメートル、幅8センチメートル、 先は栄線灯、規部は、節型から心形、円に荒い巨子がある。傭兵は、長さ6から11センチメートルになり、広い翼がある。下記は9から10月。登場下女は、三望城、または僧城に2から7個が、まばらにつくか、稀に一重なし、頭花の小道は2センチメートルになる。双方は緑色で、長さ13から15ミリメートル。 計六から十ミリメートルになる筒形で、雲毛がある。双方辺は八から九列、時に十列あり、双方外辺は強乱形になり長さ3.5ミ、mm、リメートル、双方中辺と共に先端が開けでする。頭花は筒状花のみからなる。日本古有種。本州に分布し、山地帯の夏緑林の林内や林園に生育する。同族の仙台頭皮連は、 東北地方の太平洋側地域に分布し、双方は小形になる。本種は、1981年刊行の、日本の野生植物総本スリーゴーベンゲ類では、北村志郎によって、分類上の基本種である大ーヒレン、サースレア日ポにカミク、サブスプ、日ポニカのア種ュ、エスニ日ポにカミク、サブスプ、サベーティエリキータム、として取り扱われた。これは、それまで、 仙台島ヒレイなど、独立種とされていたものを単一の種としてまとめたものである。しかし、その後の研究の結果、講義の大大島ヒレムは、複数の種からなるとみなす方が妥当であるとして、2017年刊行の海底審判日本の野生植物語では、角田雄一によって、独立種として扱われた。2011年刊行の日本の固有植物、 2013年観光の山、京阪リ図鑑に山に咲く花でも独立種とされている。ありがとうございます。